吐きよ。いいね。入れて。ズボン吐きよ今から。お、水流れてきた。行っちゃおう。うわ。うん。ズボン吐きよ。あれズボン。これが、おお、カタカタって。お、流れた。回転台。取れた。何を閉めるの？そうめんスライダーで冷麦流してます。冷麦。ちょっと冷麦やったら流れんねんけど、うどんになるとちょっと厳しいね。うどんなんで。じゃで、そばでやったらね、水が濁んねん、めっちゃ。だからそうめんか冷麦がちょうどいいぐらい。やろやろねーねー。うどんはちょっと厳しいね。でね、取るとき、あのつなぎ目があるんやけれども、レールのここのつなぎ目のところで取ったら、ここの下から水がこぼれるんよね。だからこうレールの間で取るようにしてもらったら、ここで取ったら、あ、失敗したわいいんやけれども、もうちょっと流して。あれ流れてきてない？え、なんで流れてきてないの？流してないから。流してない。こういうところで止めようと思ったら、こっから水が落ちるからあまり良くないね。おお。一気に流すんだったら、ここの間でちょっと流しすぎやって、この間で取るようにしてください。サイン。はい。私はこの下を食べて。お、そこの下に溜まるからね、最終的にはね。濁るんだべ、濁るんだべ。うん。ということで、そしてここに引っかかるし、今日はそうめんスライダーで冷麦スライダーおいしい。うん、うまか。よかった。グッとグッとグッ。流すばっかり全部食べろや。全部やったんか。全部はやってない。え、全部やるんだった。あらもさ、こうやってさ持った時は水っぽかったさ。うん、だって、頭プチョプチョするのが。いいや、雨みたい。雨嫌いや。僕、雨大好きや。なんでねえねえ、雨嫌いや。そんな上で撮ったらあんま意味ないやろ。だって、流すのがそうめんフライだよ。流すんだけど、流れてきたやつ撮らんの、そんな置いてすぐ撮ったら。まあいいけどな。僕、クソ料理早くすんで。うまか。だってこっからおー、行き過ぎた。やばい、流す意味ない。あ、とこれさ、このまま進むの。うん、まあ楽しんでいっぱい食べてください。さーい。ほんじゃねー。はい、じゃねー。バイバーイ。バイバーイ。